クルブアトレティコトゥクマンはアルゼンチンサンミゲルでマンに本拠地を置く総合スポーツクラブである。1902年9月27日設立。サッカーのほか、バスケットボール、チェス、フィールドホッケー、ハンドボール、空手の各部門がある。ここでは特に断りのない限りサッカー部門について扱う。1902年、トゥクマン周発のサッカークラブとして設立された。 クラブは1973年から1981年及び1984年の KQ シーズントップリーグに在籍した。最高成績は1979年のトルネオ・ナショナル準決勝進出。2008年、サンブリーグに当たるトルネオ・アルヘンティーの英才終節でラシンデ・コルドバを下しプリメイラビーナショナル昇格を決めた。そして翌シーズンに プリメーラビーナシオナルで優勝し、4半世紀ぶりとなるプリメーラディビシオン昇格を達成した。アトレティコ・トゥクマンの最大のライバルは、同じサン・ミゲルでトゥクマンに、本拠地を置く CA サン・マルティンである。この対戦はクラシコ・トゥクマーノと呼ばれている。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。